皆さんおはようございます、会津美里町の町長の渡辺でありますけれども、今回、我が町の小学生、6年生の小学生ですけれども、全国のソフトボール大会滋賀県で行われますけれども、大会に出場することが決まりました。ぜひ頑張ってですね、そしていい成績で、帰ってきていただきたいなというふうに期待をしているわけであります。本当にこの子どもたちがですね、素晴らしい元気を出して我が町の PR ができるということは本当にありがたいなというふうに思ってますし、元気な子どもがどんどん育ってですね、そして我が町が元気になること、これが一番でありますので、今日は本当にこういう形で、イーグルスというチームでありますが全国大会に出ます。ぜひ町民の皆さん応援してください。よろしくお願いします。